皆さんこんにちは、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。さあこちらに大きくて美しい氷があります。とっても透明ですね。これは氷屋さんの氷屋純氷といって、全国各地でいろんな飲食店とかふわふわかき氷とかでね、食べたりしたことがある人も多いかもしれません。氷ってね、本当に科学的に見てもとっても面白いんです。氷の結晶ってどんなものを思い浮かべますか？なんか六角形のようなねものを思い浮かべた人もいるかもしれません。じゃあこれなんでこんな形してるんでしょうか？その疑問について考えていくことで見えてくる氷屋さんの氷屋純氷の秘密を紹介していきます。それではレッツサイエンス。さあそれではこの氷屋さんの氷屋純氷を使って実験をしていきましょう。まず使うのはこちらです。そう、これは白熱電球です。この白熱電球は熱を伝えやすい赤外線が含まれていますので、太陽の光と近い光を出すことができます。スイッチオン。さあそうすると、あ、そう、この辺があったかいんですよね。じゃあこれを当ててみたらどんなことが起こるでしょうか？よく観察してみましょう。氷の内側からね、てん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 みたいな感じになってるのよね。でなんかね、小さな部屋というか、まあなんだろう、隙間みたいなのがねこうできてるように見えるんですよね。これ拡大して見てみると、この隙間の中がね、なんかねくるくると動いているのがわかるかと思います。これは氷が水になると体積は、そう、小さくなりますよね。その分できた隙間です。そしてそして、お水が雪の結晶のような形で溶けているところがあります。すごい綺麗ですね。これ実は自然界でも条件が良ければ見ることができるアイスフラワーです。チンダルさんという人が見つけたので、チンダル像と呼ばれています。水を顕微鏡で見てみると、実はこんな形をしています。酸素が1つ、そして水素が2つ、手をつなぐと、まあ、水分子、まあ、このような形になるわけです。水の状態の時は自由に動き回っているんですけれども、これが0度より低くなると、なんと綺麗に並び始めるんです。この部分を結晶と言います。なんかぐちゃぐちゃに見えますけれども、あ、この方向から見ると六角形です。アイスフラワーはくっついて結晶になっていた水分子がどんどん溶けて動き出していくのを、六角形から見える方向から見ていたから、とっても綺麗に見えたんです。さあ氷屋純氷が溶けている様子を見て、もう一つ気になったことがあります。なんかね、この辺にねちょっと部屋みたいなのができてるんですけれども、さっき氷が内側から溶けていくときにできたこの隙間、これね部屋ごとに向きが揃っているんですよね。これどういうことなんでしょうか？詳しく見ていきましょう。使うのはこちら、偏光板です。私たちが見ている光というのは、実はいろいろな色の光が混ざっています。さらに詳しく見ていくと、なんと光っていろいろな方向に振動しているんですね。この偏光板はその光の振動を一方向だけにするということができます。ではこの偏光板を使って氷を見てみます。まずは事務所の冷凍庫で作った普通の氷です。あの、もうすでにね、なんか白いね、なんか全然違うね、やっぱね。はい、じゃあこれでまずは実験をしてみましょう。では見やすくするために、この氷を薄くしていきます。そのためにこのホットプレートで溶かしていきます。さあこのように薄くなりました。ではこれを偏光板で挟んだらどう見えるのか、やってみましょう。わあ、まず氷を偏光板で見てみると、こんな綺麗に見えるんですね。
これはいろんな方向にたくさんの結晶ができているので、この見える一つ一つが結晶っていうわけですね。続いては氷屋純氷で同じ実験をしてみます。いやもうなんかこの時点でもう後ろの手袋まで見えてますからね。やっぱ透明さが全然違いますね。でも偏光板で見た時に何か違うことがあるんでしょうかね。やってみましょう。では薄くなった氷屋純氷を偏光板で挟んでみます。わーすごい美しいですね。やっぱ全然違いますね。氷屋純氷ですと一つの塊、まあ、すなわち結晶が大きいのが分かりますね。不思議ですね。やっぱやってみないと分からないですね。ではなんでこんなに大きさが違うんでしょうか。分かりやすいようにこんなものを用意してみました。こちらが花崗岩、こちらが流紋岩というものです。この2つの岩比べると実はこっちの花崗岩の方が硬いんです。モース硬度という鉱物の硬度指標で最も硬いダイヤモンドが10なのに対して、この花崗岩は6から7となっています。いやーかなり硬いんですね。この2つの岩を作っている成分はとてもよく似ているんですけれども、よーく見てみると一つ一つの模様の大きさが違います。この2つの岩の違いは結晶の大きさ。結晶は継ぎ目の数が少ないほど美しく硬くなるんです。先ほど見た氷屋純氷の氷の結晶、普通に作った氷よりもずっと結晶が大きかったですよね。単結晶が大きい構造を持つ氷は比較的硬くて溶けにくいと言われています。しかしなんでこんな違いができるんでしょうか。それではこんな実験をしてみましょう。これはお魚を飼うときに使う水道水からカルキという成分を除去するためのカルキ抜きというものです。ペットショップやホームセンターなどで売っています。これを2つの入れ物にそれぞれ同じ量ずつ取って湯煎で溶かしていきます。すっかり溶けたところで片方は氷の上、もう一つは発泡スチロールの上に置きます。そして少しだけカルキ抜きの粉を振りかけて冷めるのを待ちます。30分待ったらこうなりました。こちらが氷で急速に冷やした方です。そしてこちらが発泡スチロールの上でゆっくりと冷やしていったものです。ちょっとね見比べてみると、これはねこっちの発泡スチロールでゆっくり冷やしていった方が柱みたいなね結晶がドンドンドンってあってね大きいのが分かりますね。ゆっくりと長い時間をかけて冷やすことで結晶が大きくなります。これと同じように氷屋純氷はなんと48時間以上もかけてゆっくり凍らせて作られているそうなんです。だから普通に冷凍庫で作った氷と比べて結晶が大きかったというわけなんですね。初めに見ていただいたアイスフラワーの実験、あれは結晶が大きな氷でないと見ることができないということでね、今回なんと氷屋純氷で見ることができて私とっても嬉しかったです。また今回実験に使いましたとても美しくて透明な氷屋純氷はですね、町の氷屋さんだけではなく通信販売でも手に入れることができるそうです。パーティーや記念日などの特別な日や、あとは今回みたいな実験、さらにはかき氷をする時などにもふわふわになりますから、ぜひ皆さんも活用してみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。